やっほー皆さん、こんにちは、中西でーす。れいちゃんでーす。ということで、こちらの動画はマリコレボリューム2。ボリューム2なんですね、はい、そしてこちらのボリューム2の動画ではですね、体力お化け、ずっと元気、のまきって感じね。サブタイトル、TikTok 撮ろう。サブタイトル、TikTok 撮ろう、マジ怖い。この間のハロウィンでさ、メイク落とす動画見た？私さ、いや、あなたが YouTube やった方がいいですよ。大至急始めて。あなたは YouTuber としてやっていけます。YouTuber としてもやっていけるし、カメラマンとしてもやっていけるし、あと編集も上手だから、リールとか TikTok の編集業もやります。あとセンスもいいから洋服選ぶ人、スタイリストもやれます。それであのコーディネーターもやれますね。あの私がこういうブーツが欲しいみたいなこと言ったら、5秒ぐらいでここにあるよっていう Google が送られてきたんですね。原宿のコーディネーター。とりあえずあのパリの大変などんちゃん騒ぎをご覧ください。ということで、私たちはパリコレ何日目だろうな、5か6ぐらい、今からバレンシアガのフィッティングに向かいます。何年越しですかっていうぐらいのバレンシアガ先生です。だからさ、私バレンシアガにさ、ショーに行くって言ったらさ、みんなからさ、ご出産おめでとうございますバリにさ、みんながね、祝福してくれてるの。それではレッツゴー。ゴー。こうしたらさ、マジビリじゃん。でもこうしたら、なんかいつもということで、ここは何通りですか？パリの表サンドゥ。こちらバレンシアガ先生の本店に来ました。行きますよ。見ないで。次はこちらのメトロに乗ってお買い物にまた行きます。地下鉄インパリ。うわー、乗り方わかるかな。ねえねえ、駅にさ、プリクラがあったんだけど。あ、これも可愛い。どれにしに。うわうわ、すごい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 。これかな。一回やってみる。うわ。ねえ、今撮り終わったんだけどさ、私だけ暗いんだけど。黒ギャルじゃん。じゃあさ、どっかに貼ってく。いやないだろ。はい、ということでオペラっていうところに着きました。ここに私の大好きな伊勢丹みたいなところがあるみたいなので、ちょっとそちらに行きたいと思います。ちょっと行ってみる。オペラ、私はさ、オペラを歌ってみようか。いけるいけるいける。うん、すごい風向きが強くなってきて、すげえ強いわ。あれじゃん、ね、ブラックジャック。ブラックジャックって白と黒じゃん。現代版 I am ブラックジャック。早く早く、もうさっさと行くよ。これも倍なんです、こちら。うわぁ、出た。ねえ、アゲインちゃん。ねえ、昨日のさ、立候補演出からのさ、ドイツ人物かわいいでしょ。激モテのローリンスプライムリブのウェイトレスですかみたいな感じの。今からアレッサンドラリッチに行きます。もも、今日のテーマはボニョンです。すいません、ボニョンとか言ってごめん。いただきます。今日のウーバーイーツはグリーンカレーとパッタイのタイ料理にしました。そしてここのタイ料理のいいところはですね、普通のタイ米とこのもち米、これを選べるところが惹かれたの、ね、わあ、いいね。お、お酒は思い出す、思い出す。Good morning。 私は元気いっぱい。私たちは案の定毎日毎日バタ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 、時間がないって言ってやってるんですね。ゴールドタイムこうやってつけてるんですよ、一個一個。今日はビビアン・ウェストウッドのショーに行きます。お急ぎします。モテだね。てかさ、ナスちゃんさ、激早だよね。すごいよ、これが、ね、だいたい海外ってヘアさんとメイクさん違うの、うん、一人一人いるのよ。で、2時間ぐらいかかるのね。この方一人で1時間でこれ仕上げてるから、すごいよね。だって RE の時もさ、2人メイクすんのさ、1回15分で終わったよね。マジでさ、はい、終わったっつって、ナスちゃん天才ですねって DM しか来ないもん、うん、はい、ということで今日は行きます。
はい、ということで今帰ってきました悪魔ちゃん。見てじゃん、ぶりっこということで、私たちは明日で最後になりました。やだ、だから早く行こう、もう休憩してる暇はないねえ。チャリ乗って走るぞ、パリを。今日と明日しかパリを探索できないから、うん、行こう。はい、とりあえず私たちはお腹空いたからアイスに行ってサマリーテーヌに行きます。おしゃれな洋服屋さんの集合地帯です。うわ、すごい堂々かかってんじゃねえじゃん。早く食べな。食べます。悪い、決めたじゃないよ、今食べただろうがよ。だからラージにしとけばよかったじゃん、ミディアムとか言うからさ。マック行こう。うちらギャルだから、うちらギャルだからマック行こう。ということで、こちらのライム自転車ですね、那須さんが見つけました。那須さんが見つけました。こちらでちょっと移動したみたいと思います。ほら見て、行ってる。パリに来てもずっと焼肉、肉、日本でもほぼ肉、肉。最終日です。一番最後のショーはバレンシアガのショーです。でも今日さ、バレンシアガがさ、まさかのさ、朝早いわけよ。先生朝活だったね、バレンシアガ。昨日さ、キム・カーダシアンがさ、パパラッチされてたのはさ、新しい最新のやつを着てるから、今日発表されるコレクションのやつを。なんかあれだったよ、レーシングカートのジャケットみたいな感じだったよ。だから今回そんな感じかもね、レイちゃん好き系かもね。あー楽しみ、面白いやつがありますよね。シナモンロールとクロワッサンが似合うでしょう、私。アイス笑いでいいですか？引き笑いでしょ、あなたはウフフじゃなくて。でしょ、ほんとに。笑ってるとヒヒヒヒヒヒってて。それとも死にそう。ウフフフってじゃあこれから言おう。言いたい、私も。モテだから。なんだっけ、この間のトレも。この間さ、バナナをとヨーグルト朝、モーニングで下で食べてて、バナナをさ、3分の1ぐらい残して、皮をこうやってして置いてたわけよ。そしたらお兄さんが持ってきそうになって、そのバナナを持ったら入ってたから、あみたいな感じで戻したから、私がまだあるよってお兄さんに日本語で声がさ誰みたいな、ドラえもんみたいな声になって、ごめんなさい、その説は。アダムスファミリーのお母さんです。今から大好きなバレンシアガ先生のショーに行きます。嬉しい、念願だよ。ずっとオンラインで見てたから。行きます。リサちゃん、good, and then take one more over there. Amazing, thank you. Good luck, good luck back.一番似合ってるよ。ヴァンパイアはショーが終わったぞ。ねえ、最高だったね。最高、一番最高だった、マジで最高の締めくくり。やばかったね、レイちゃんはもう目星つけてたから。あ、もう裏でこれでしょ、セリタイムでしょ。そう、めっちゃこうスクショしてた。そう、それでさ、デムナにも会えてさ、最高だった。もう超かっこよかった。めっちゃ丁寧に取材受けててさ、超いい人だったっていう感じで、はい、リタイと思います。はい、遊びに行こう。遊び、遊び。あー、体力お化け。はい、Can we have a look back right here? Thank you.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 ありがとうございます。毎日 YouTube 見てありがとう、嬉しい、ありがとうね、気をつけてね、車に敷かれるからね。ありがとうございます。およ、嬉しい。あ、見て、こっちにね、すごいよ、大量のメッセージ。すごい、教科書じゃん、教科。ナスちゃん、レイ
ちゃんみたいに自分の好きなことを仕事にできる人って行動力とか好奇心とかそういうパワーでいっぱいでいいなと思いますだって、こっちまで言ってくれた。そうだよ、ニャンピョンチーム中っていうさ、すごい嬉しかったね。ありがとうございます。お花もかわいい。このさ、チクチクがやっぱりさ、日本じゃない感じのパリっぽいよね。パリっぽい、嬉しいね。ありがとう。みんな、私たちのパリコレオールピニーピニーアッシュピー、イエーイ。オールピニーです。最後は揃えようよ、揃えようよ。このシーンをもちましてニャンピョンチームボス那須陽子先生、ニャンピョンチームスーパー補助レイちゃん、通訳レイちゃん、そして私はなんだ、赤リーサ、赤リーサ、今日は赤いから、ヴァンパイア赤リーサ。いやー、マジで本当にみんなありがとう。お疲れ様でした。ナスちゃんも毎日毎日こんなすごい作品を作り上げて一番元気で、本当に今回でさらにナスちゃんが人間じゃないってことが分かりましたそしてレイちゃんの華麗なふっかるさ、あとさ50分ぐらいで出発しなきゃいけないのに花ピを買いに行くっていうチャリぶっこいで本当にすごいよね。姉たち超操作してて、そう、私たち、え、レイちゃん車に引かれてないかなとか言って大丈夫かなとか言って、そしてドライバーと仲良くなって氷揺れるところドライバーとバンバンバンってどこにいるのって言って、ずっとレイちゃんがさ、ここーとか言ってね、そしてレイちゃんがちゃっかり自分の推しがいてバレンシアガにツーショット撮ってました。まあさすが、最高、最高でも最高の締めくくりだったでしょ。そのために行ったんだ、そのために来たんだよねそして私たちはまさかのこの後バレンシアガのアフターパーティーにも呼ばれてるんです、このヴァンパイア。しかもみんなニャンピョンチーム。よーし、君朝に行くぞ。うどうする、あの招待状にニャンピョンかける3 1,2,3 はいとか言ってミニオンみたいに入っていこう。そしてこれ見せたいんだ、どこまでが靴だろう、あれまさかの繋がってたスパッツマジ美脚。あ、これも一個言わせてもらいたい。何、本当にさちゃんって足細いよねって言ったらさ、は細くないし、細くない、早く見てください皆さん、ね、細いですよ、ウケる、かまじいみたいになってくる、かまじいジャパニーズジブリー大丈夫、パンツだから。ほらすごい、超前張り、ノー前張り。あーマジで疲れた、いろいろやっぱり買い物をしまくっちゃったりね。レイちゃんはしっかり新作を買ってますよ。ショーで見たね、ショーで見たやつ、今日発売だったんだよね、バレンシアガのスニーカーがさ、最後の2足だった。そう、しかもさ、前爆買いした時の担当したお兄さんだったじゃん、喜んでたよね、すごい、はーいみたいな感じで、うん、私たちはそれを買えたっていうことで今から地獄のパッキングです。そして一度もプール行ってます。あーそうじゃん、プール付き合ってんの。え、10時出発でしょ、うん、行けるじゃん、8時から。本当に言ってる。そうだよ、疲れが取れないじゃん、肩回さして。ちょっと待って、そう、肩回さしてじゃなくてはい、とりあえず今から地獄のパッキングをして、はぁやだ、全然終わってないです。いかがでしたか。東京に帰ってきて1ヶ月以上経ちました一番面白かったこと言っていい、うん、あなたが出る側だと思われてたの本当にそれぐらい派手なんですよはい、こっち向いてこっち向いてみたいな感じだったよね、れいちゃん、あなたの服好きみたいな、カシャカシャカシャみたいなさ、すごかったよね。やっぱさ、あとパリコレに行く時の服をさ、ちゃんと持っとかないとって思わなかった。そう思ったの。黒がどれだけ大事かってことが分かったでしょ。分かった、だから私も最近黒を、あー、モテようとしてる。なんで NO 学んだのよ。れいちゃんも勉強になってよかったね。よかったです。また行こうね。行こう。そして本当に毎回素敵なメイクをしてくれた那須大先生、あなたがいないとこれは成立していないので、本当に感謝を申し伝えます、この電波上で。はい、ということで皆さん今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録をまたの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってますので、そちらの方のフォローもお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。なんかリサ先生でした。めっちゃでした。那須陽子大先生体力お化けでした。バイバーイ。コレクションお化け。